エスキモー。エスキモーは、北極圏のシベリア極東部、アラスカカナダ北部、グリーンランドに至るまでのツンドラ地帯に住む、先住民族グループである。エスキモーは、本来自分たちの力のみで自活して暮らしていたが、白人との接触により、貨幣経済に巻き込まれ、また飲酒などの習慣により堕落した生活を、余儀なくされた。現在においては、 下記のアルコール類の購入や捕鯨などに見られるように、カナダ、米国政府により、保護するべき集団とみなされ、パターナリスティックな扱いを受けている。エスキモーとは単一の民族ではなく、大きくは、アラスカ北部伊東に住むイヌイット系民族、東部集団とアラスカ中部伊勢のユピク系民族、西部集団に分けられる。なおグリーンランドに住むのは、学術的には、イヌイットであるが、 現地ではカラーリットと呼ばれている。総人口約9万人の内グリーンランド住民が最も多く4万1人、アラスカ3万2千人、カナダ1万2千人、シベリア1200人を数える。雪や氷で作ったイグル等に居住し、魚や怪獣をとって生計を立て、カヤックや犬ぞりによる移動生活を送るというのが、 一般的なエスキモーの生活とされており、現在でも定住せずに移動生活をする者もいる。イグルーは移動するときに使うもので、定住のための住居ではない。しかし近年では、定住して都市部に住む者が増えてきており、エスキモーの移動生活は過去のものとなりつつある。伝統的なエスキモーでは、食生活は、狩猟によって得た生肉が中心であった。 獲物は量を中心とするエスキモウはアザラシクジラと、また陸での漁をするエスキモウはカリブー、トナカイなどある。生肉の他はツンドラの原野に自生するコケモムの実などを食することもある。ただし、気候上農業は不適なので、穀類を食べることはなかった。旧石器時代食を古くからの食文化としている。アメリカのエスキモウについては、 現在アメリカの食文化が流入しており、伝統的な食文化が失われつつある。この結果、伝統的な食事、生肉や料理法、加熱をあまりしないからは得られてたビタミン類などの栄養成分が不足してしまうなどの問題が起きている。太陽光線の弱い北極圏では、北欧に住むコーカソイドのように肌のメラニン色素が薄い人種は太陽光線を多く、 ヒカニ取り身ビタミン D などを体内で作り出していた。しかしながら、モンゴロイドであるエスキモーは、色素が濃く太陽光線のヒカ取り込み量が不足してしまう。そのためにも狩猟した動物の生肉や内臓を食べる必要性があった。現在は、医師や栄養士のアドバイスにより不足するビタミン類をサプリメントから得ている。グリーンランドのエスキモーには、 海鳥の発酵物キビアクを食する習慣がある。乳酸菌による発酵で微量のビタミン C が生成される。極寒の土地であり酒を含む発酵食品はエスキモーには存在しないというかつて存在した。定説は間違っていることが明らかになっている。白熊やハスキー犬など極地に住む動物の肝臓には温暖な地域の動物に比べて 非常に多くのビタミン A が含まれており、一般的な人間が食べると、ビタミン A 過剰症を引き起こし、最悪の場合死亡する場合がある。一方、極地での食生活に順応している犬イとイの、体には高濃度のビタミン A を代謝する能力がある。伝統的な生活を営む者もいるが、地球温暖化が進んだ現在では、氷上を移動すると氷が割れる恐れがあるため、 漁師たちはアザラシやシロイルカなどから内陸部のカリブーに狙いを変えるようになった。こうして現在のエスキモー社会は海岸から離れて暮らすようになっている。もともとエスキモーは近代的で規模の大きな醸造の技術を持っていなかったため彼らには飲酒にふける習慣がなかった。しかし白人が酒と引き換えに高価な毛皮を安価に交換するという目的のために スキモウに醸造した強い酒の味を覚えさせると白人たちが持ち込んだ種類を飲みすぎてトラブルを起こすものやアルコール依存症になるものが大勢出た。その対策としてカナダでは犬イイとエスキモーの住むいくつかの町ではアルコール類を購入するのにポイント制度を導入している。成人は1ヶ月間につき30ポイント分のアルコール購入券を受け取る。 酒を買いたいときは店へ一元金を払うとともにそのアルコール購入券も一緒に店に渡してアルコール類を購入する。アルコール購入券がなくなるといくら現金があっても店は客にアルコール類を売らない。この制度の導入により過度の飲酒によりトラブルを起こすものがかなり減ったと言われる。なお、このポイントはビール一缶1ポイント、ワイン1本5ポイント、ウィスキー1本10ポイント。 などアルコール度数に合わせて増える仕組みとなっている。現在のエスキモーは、ほぼ全員がクリスチャンである。伝統的エスキモーは、シャーマニズムを信仰していたが、1920年代から1930年代に、改修が進んだ。改修が進んだ原因として、キリスト教宣教師が、シャーマンによる医術のデタラメを暴露し、西洋医学で病人を治療することにより、 民衆の信望を集めたとする説と、当時としては特段の理由があったわけではなく、キリスト教が単なるファッションとして受け入れられたとする説とが有力である。ただし、現在でもシャーマニズムを信仰しているものも存在している。また、エスキモークリスチャンは一枚岩ではなく、宗派により対立することが知られている。また、 かつては入手が不安定で極めて限られた食料による極限的生活を送っていたことから生産労働に従事できない老人や病人は遺きすることが一般に行われていた。エスキモーは厳しい気候の寒冷地に居住しており、過去においては常に食料を不足の状態にあった。そのため少ない食料を生産再生人口にのみ振り分け、高齢者を捨てる習慣があった。 ただしこれは強制されるものではなく高齢者は、ある年齢になると、自らの意志で家族を離れて死への旅路についた。親高校を最大の道徳とみなす、東洋的な儒教文化から見れば、最大限の悪行のように受け止められる習慣も、その厳しい生活環境では、ギリギリの選択であった。現在は、人権上及び道義上の問題から奪わせてての、 習慣は禁じられており、行われていない。エスキモーは客人へのもてなしとして、自分の妻を提供する習慣があった。提供された男が次に客をもてなす側になった。時には、互い報い性の原則によって、自分の妻を相手方に提供することを求められた。この習慣は、外国人には、非常にキ異なものに移り、しばしば小説の題材に取り上げられた。現在、 彼らの多くはキリスト教徒であり、福音の教えに反するので、このような習慣はなくなった。イヌイットは自分たちが暮らす生態系の天然資源に過度の負担をかけることの回避策として自ら人工構成を管理してきた。彼らの社会では人工構成において障害者、双子、女性の割合が他の社会に比べて極端に低くなっていた。これは 出生時に選択的な間引きが行われていたためである。エスキモー・アレウト・語族に属する以下の言語を話す。エスキモーは寒冷適応した新ンゴンロイドに属す。これは他の多くのアメリカ先住民とは異なる。エスキモーに高頻度に見られる遺伝子はハプログループ Q であり、これはアメリカ先住民で広く高頻度な系統である。エスキモーには 国際捕鯨委員会から先住民生存捕鯨の枠が認められている。シベリアのエスキモーの住む地域では食料事情が悪く捕鯨は必要不可欠である。しかし先進国からは伝統的な方法での捕獲を求められており、環境保護団体から捕鯨そのものへの批判がある。一般にエスキモー、またはイヌイットという呼称がよく用いられる。だが、 これらの故障は、現地語の本来の意味とは、全く異なった解釈から、差別用語もしくは置き換え語として使われること少なく、ないため、語源属界の例に挙げられている。各故障の問題点は、口実の通りである。エスキモーという言葉は、アラスカエスキモーと居住域が隣接していた、ア極北のアルゴンキン系インディアンの言葉で、漢字記の網を編むという意味である。これが、 東、カナダに住むクリー族の言葉で、生肉を食べるものを意味することを誤って解釈されたことから、エスキモーという呼称は、ある時期において、しばしば部別的に使用された。これには、生肉を食べる行為を野蛮であるとみなす、人々の偏見などが背景にある。しかし、シベリアとアラスカにおいては、エスキモーは公的な用語として使われており、使用を避けるべき。 差別用語とはされていない。また、本人たちがエスキモーと自称している場合は置き換えないマスコミも。カナダでは1970年代頃からエスキモーを差別用語と位置づけ、彼ら自身の言葉で人々を意味するイヌイットが代わりに使用されている。現在ではイヌイットという呼称は本来人々を意味する言葉ではなかったとされている。 先住民運動の高まりの中で、これまで他者からエスキモーと呼ばれてきた集団が自らを指す章が必要となり、イヌイットという言葉を採用したためである。イヌイットは、本来北方民族のうち最大数を占めている、カナダのバーフィン島やグリーンランド方面に住む集団、東部集団についての故障である。イヌイット以外の集団への故障について、性格を期す場合には、 アラスカエスキモーは、イヌピアとシベリアやセントローレンス島に住む集団はユピクと呼ぶ。このため、北方民族の総称としてのエスキモーを単純にイヌイットに置き換えると、置き換えの結果としてのイヌイットなのか、現意のイヌイットなのか区別できなくなる。またそれ以前に、シベリアやアラスカのイヌピアとアラスカエスキモーやユピクを別の五族集団の故障である、 イヌイットの名で呼ぶことは明らかな間違いである。合衆国の団体、エクスパンシャニストパーティーオブザ・ユナイテッド・ステーツは、その公式サイトでエスキモーの故障について、アラスカとシベリアで唯一の正しい用語であるとしており、エスキモーはその名を全く恥じていない。エスキモーでない者たちは犯罪を意図するわけでもないのなら、いたずらに、 非英語の遠曲表現で彼らを威嚇すべきではないとしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。